ランドエスケープピアノ初級サビ動画の今日は4になります。小節で言うと、まあ、9と10ですね。この右手左手両手で合わせる練習していきます。では今日練習するパーツですね、一度弾いてみます。今回でこのグランドエスケープ最終回となります。皆さん最後まで頑張っていきましょう。まず右手からいきますね。2番と5番でミとラの和音になります。そして4、3、2となりますね。はい、そしてもう一回こうです。はい、いいですね。10小節のところで2番と5番でミとシ、はい、和音になります。次に1オクターブ下のミに移動してこうなります。こうですね。頭からいくとはい、今度は左手です。左手はまあこれまでとほとんど流れは一緒でラミラ2回ですね。そしてソミソソミソ、そしてシファのシャープシ。はい、この次ですね、2番と1番でここのファのシャープとシを和音で1回弾きます。5番でミ、そして1、2、3、そして1番と5番で、はい、そして5番からはい、こうなります。では両手で合わせていきましょう。ここでのポイント、ここはですね、まあ、最後になるんですが、まあ、今は練習なので、まあ、このように弾きましたよね。最後のところなのでちょっと優しく終わると、まあ、綺麗に終わるかなと思います。はい、まあ、最後のこの和音のところ、ここだけでも大丈夫です。ということでグランドエスケープピアノ初級本日で全て終了です。皆さんお疲れ様でした。はい、ここまでやって弾けたという人、ぜひコメントなどもらえると嬉しいです。また後日ですね、まとめ動画の方もアップしますので、そちらの方でもよかったら練習してみてください。以上、ケツでした。ありがとうございました。